ソティス周期は1年を365日とする民衆歴と1年を約365.25日とするシリウスに基づいたソティス歴との間で発生する季節のズレが元に戻る期間の長さである。民衆歴では1年間に約0.25日ずつ季節が遅れるため4年で約1日のズレが生じる。しかし民衆歴には宗教上の理由により 順年、順月、ウルー日が存在しないため、このズレは放置され、年々、暦の月日と実際の季節とがズレていく。ソティス周期とは、民衆歴における、このズレが約1年分に達するのにかかる、365.25,0.25, あるいは365.254イコール、1461、歴年イコール、1460シリウス年のことを、 指すのが一般的である。民衆歴における1461歴年は、ソティス歴における1460シリウス年に一致する。紀元139年にこの一致を見たので逆算すると、紀元前4241年、または紀元前2781年にソティス歴は始まったと考えられている。ソティスとはコラテン語で、 シリウスのことであり、古代エジプトでは、ナイル川の氾濫の予測と農業のために用いられた。ありがとうございます。